Yeah おっす。なんかジンマシン通信で見たんだけど、海外反応通信な。ダイソーが韓国企業になったんでしょダイソー自体が韓国企業になったわけじゃないけどね。韓国で営業してるダイソー、アソンダイソーっていう会社が運営してんだけど、この会社には日本のダイソーを運営するダイソー産業の資本が入ってたんだよね。どのぐらいの割合で入っていたのか。34.21%の株式をダイソー産業が持ってたんだよ。結構持ってたんだね。ただ、筆頭株主は50.02%を持ってたアソン HMP っていう韓国企業で、今回その会社が日本のダイソー産 ソの株式34.21%を買いい取ったったていう話なんだよねということは今、韓国ダイソーの株式は、そのアソン HMP っていう会社が約84%ぐらい持ってるということか。そういうことだね。ちなみに残りの株式も、そのほとんどが社長と親族が持ってるから、韓国のダイソーはほぼ100%、韓国企業っていうことになるよね。なるほどね。今回のこの日韓企業間で行われた株式の売買に関しては、どっちが得をしてどっちが損をしたとかそういうことはあるのか。まあ、詳しい内部事情 っていうのは公表されてないからはっきりとはわかんないけど、長年韓国を見てきたものとして言わせてもらえば、お互いウィンウィンなんじゃないかなって思うよね。というのは、韓国におけるダイソーって、ずっと国籍議論があったんだよね。国籍議論要するに日本企業なんじゃないのっていう噂がずっと後を絶えなかったわけよ。日本のダイソーが出資していたという話は公にはなっていなかったのか。公にはなってたんだけど、韓国ダイソーを運営するアソンダイソーは、そのことをあえて語りはしなかったんだよね。それはなぜ結局、日本企業の資本が入ってるとかうと、 と何かあった時に不買運動の対象になるし韓国の国民情緒的にもよろしくないということであまり言及されてこなかったんじゃないのかなって思うけどね実際2019年の不買運動が起きた時もダイソーもそのやり玉に上がったりしてたからねでも今回の株式購入前の状態でも韓国側が半数以上の株式を持ってたわけだからいくら日本企業の資本が入ってるとしても株式の持ち分比率的に一応は韓国企業と言えたのではないのかそうなんだけどでも日本企業が株式を持ってるっていうことは 儲かった時に配当金が日本企業に流れるっていうことで、まあ、実際にも流れたけどまあ、これはつまり韓国のお金が日本に送金されるっていうことでそれは韓国国民の国民情緒的にはあまり気持ちいいもんではないんだよねでもそれは最初に出資してるわけだから仕方ないよねしかも今の韓国ダイソーがあるのもその日本企業ダイソー産業の出資金とか日本のダイソーとの協力があって成長したわけでしょそうなんだけど韓国人はそういう根本的なところ今の成長が誰のおかげであるとかそういう 部分には目を向けないからねそもそも例えば旧ポハン製鉄今のポスコだけどこれも日韓基本条約に伴う対日請求権資金と具体的には八幡製鉄富士製鉄今の日本製鉄だけどあと日本交換今の JFE エンジニアリングこれら日本企業の技術教養のおかげで成長したわけだけどそんなことは1ミリも考えてないからねひどいね ちなみにこれポスコだけじゃないからね。韓国ナンバーワンの自動車企業の現代自動車も、先般企業と言われてる三菱自動車の技術供与を受けてるし、ナンバーツーのキア自動車も、マツダの技術供与を受けてるからね。さらに韓国のトップオブトップ、国を支えてると言っても過言ではない韓国不動のナンバーワン企業のサムスンも、産業電機とか NEC の協力を経て大きくなってるからね。韓国の大企業の歴史を調べると、大体日本企業の協力を得て大きくなってるっていうパターンだよね。 か反日どかしかも韓国は国自体が日韓基本条約の請求権資金で大きくなってる部分があるからね。もちろんそういうお金とか技術をもらってもうまくいかないときはうまくいかないし、それを成長に結びつけたっていうのは韓国側の努力も相当部分あると思うけど、それでもそのきっかけを作ったのが日本ということに対して感謝しないまでも最低限認識ぐらいはしておくべきだとは思うよね。本当にそう思うよ。そういう認識があれば 日本企業を先端企業と呼んだりできないし、解決済みの徴用工問題を引っ張り出してきて謝罪と賠償を求めることもないだろうしね。そうだね。まあだいぶ話がそれちゃったけど、ダイソーの話に戻すと、そうやって韓国のダイソーはずっと国籍議論があったから、韓国で反日感情が沸き起こると、毎回その攻撃対象として名前が上がるんだよね。その度に韓国ダイソーの社長は、韓国ダイソーは日本とは関係ないと、韓国独自に運営されている純粋な韓国企業であり、海外市場においては日本のダイソーと 国民企業であるとそういうい主張をししたたりしてたんだよね実際、不買運動によって被害を受けたりもしたのか。若干は不買運動の被害を受けたと思うけど、ただユニクロみたいなもろ日本企業ではないから、ダイソーで買い物してたら売国奴みたいな、そこまでの攻撃を受けたことはないけど、不安定な状況には陥るよね。反日感情が高まってる時っててるる時ユニクロで買いい物したたら売国土みたいに言われるのか日本不買運動の動きが加速してくると、そういう声も出てくるよね。店には監視がついて、店で買い物してる客とか いると今2,3人レジに人が並んでると言ってその写真をネット上に公開してその客たちを売国奴呼ばわりしたり客が入ってない店舗があればガラガラの店の写真とともにパトロール異常なしと書いて報告したりユニクロに関してはこうやって徹底的に韓国人から痛めつけられたからねなんか北朝鮮みたいだね韓国で商売するっていうことはこういうリスクが常に伴うわけで商売しないにしても韓国に関わってる時点で自分たちが攻撃対象になる可能性っていうのは少なからずあるわけで そう考えると今回のダイソーはその株式の買取額が5000億ウォン日本円にして約550億円って言われてるけどそれだけの大金をもらえてかつ韓国リスクを解消することができるなら悪い話ではなかったんじゃないかなって思うけどね550億円ってすごいね純韓国企業になることってそんなに重要なことなのか重要なことなんだよね日本人的にはこの辺の感覚ってあんま分かんないと思うけど例えば韓国には愛国マーケティングっていう言葉があってこれは企業が独立運動家とか独都とか か、そういう反日素材をテーマにした商品を出すことを言うんだけどこれをやると商品が売れることはもちろんだけどその企業価値も上がるんだよねこういうマーケティングが通用する国であるっていうことを考えれば純韓国企業になるっていうことがどれだけ重要なのかっていうのがわかるでしょうそうだねというか韓国では本当にそんな独立運動家とか竹島とかそういうものをテーマにした商品が市中で売られているのか常時売ってるわけじゃないけど三一説とか幸福説に合わせてそういう商品を出す企業はあるよね一番 わかりやすいところではコンビニの弁当だよね独立運動家100人を知らせると題して独立運動家の名前とその偉業をパッケージに表示して販売するみたいなそんな取り組みも行われたこともあるしねちなみにこの弁当は上海の路人公園っていうところで陸軍大臣も務めた白川義則司令官を殺害して重光守る元外相の足を吹っ飛ばしたユン・ボンギルを記念する弁当だよねちなみにそれなんて書いてあるの路人公園で爆弾を投て日本侵略の元凶白川などを初段って書いてあるよね。 ななんて無防備な人を殺害ししたテロ行為でしょそれを英雄的義教みたいに書くののってどうなのそれが韓国の歴史認識だからね。伊藤博文元首相を暗殺した安順軍も英雄として扱われてるのは日本人もよく知ってるところだと思うけど。ちなみにそれはどこのコンビニが出した弁当なのか ?GS25 っていうコンビニだけど、こういう愛国マーケティングは GS25 に限らず他の大手コンビニも同じようなことをしてるからね。他のコンビニもやってるのかそうなんだよ。例えば韓国最大手の CU っていうコンビニは、独立運動家の子孫に 寄付するキャンペーンを実施したり、独立運動家クイズを出して、当たった人には抽選でポイントを贈呈したりとか、そういうキャンペーンをやったりしてたこともあるよね。その cu って旧ファミリーマートじゃないの？それよく知ってるね。そうなんだよ。今回のダイソーと同じように、この cu も2014年に日本のファミリーマートから株式を買い取って、準韓国企業になった企業なんだよね。韓国のファミリーマートには韓国企業も出資していたのか、韓国企業が出資してたっていうか、母体はあくまで韓国企業で、そこがファミリーマートとフラン。 契約を結んでその会社にファミリーマートが出資してたって感じだよねファミリーマートはどのぐらい出資してたのか25%ぐらいって言われてるよね BGF リテールっていう韓国企業だけどこの会社は2014年に上場することになるんだけどその時に日本のファミリーマートがその持分の25%を売っぱらったって話だよねなるほどねそんな日本と関係のあった企業が今では反日愛国マーケティングをする企業になってしまったということか今回のダイソーもいずれはそうなるのかなまあそうだねこれまでも独党団体と協約 を結んだりもして愛国マーケティングみたいなことは一部やってはいたけどこれからは日本との関わりもなくなったわけだからその動きもさらに加速してくるんじゃないかなブランド名も買えそうだね CU の成功事例もあるからおそらく書いてくると思うけどね韓国国民は今回のニュースに対してどんな反応を示しているのか好意的な反応が多いよね今までは国籍議論があったからもやもやした気持ちで買い物してたけどこれからは心置きなく買い物できるとその手のコメントがたくさん書き込まれてたよねもやもやするなら買い物しなければいいのに、ね。 ところで、韓国のダイソーって儲かっているのかそうだね。最近急成長してるよね。10年前の2012年は、売り上げは6000億ウォン台だったけど、今年は3兆ウォンを突破するんではないかと言われてるからね。営業利益も2012年は10億ウォン台だったけど、今は2000億ウォン以上になってるからね。でもその営業利益だと、今回の株式買取額は550億円ってことだったと思うけど、結構きついよね。そうだね。カツカツではあると思うよ。ところで、株式を売却した日本のダイソー産業は、最初韓国のダイソーにいく い出資してたのか。4億円って言われてるよねそれが100倍以上になったということか年間の配当金がいくらだったのかわかんないけど投資としては成功したと言えるのではないかまあそう思うけどねでその配当金なんだけどそれも今回の株式買取に影響を与えたとそういう報道も出てるんだよねというのは韓国の報道を見ると韓国のダイソーが急成長してくると日本のダイソー産業が経営参加と配当金の拡大を要求してきたと言われててそれで韓国のダイソーがダイソー産業の持ち分の買取を を決定したとそういう報道が出てるよね。それ事実なの。これ、あんま大きく報じられてないから知らない。韓国人も多いと思うんだけど、一応韓国のダイソーはそのことを否定してんだよね。あくまで純韓国企業になるために買い入れたんだとそういう話をしてるけど、残念ながらこれあんま大きく報じられてないから、おそらく韓国。国民の大多数は日本のダイソー産業が無理な要求をしてきたから、その防衛手段として株式を買い取ったとそう思ってると思うけどね。そもそもそれどこから出てきた話なのかよくわかんないけどね。噂 さがそのままニュースになったって感じだよね韓国メディアって基本的に取材とかしないから他のメディアがそういう記事を書いてたらそれをそのまま転載して記事にするだけの仕事だからそういう噂話系の話って韓国では急速に広まるんだよねなんか韓国らしいねまあちょっと話がそれちゃったけどだから韓国のダイソーとしては株式の買取額こそ550億円っていう高額だったけど最近の急成長ぶりと日本の影響を排除して純韓国企業になることによるブランドイメージの向上それに伴う売り上げ ギャップを考えればそこまで高い買い物ではなかったかもしれないよね日本のダイソー産業については他にもいろんな事情があるのかもしれないけど反日感情がくすぶる不安定な韓国市場から100倍以上のキャピタルゲインを得て撤退できるということであればそんなに悪い話ではない気もするよねつまりウィンウィンであったとそういうことかまあ、あくまで俺の憶測だけどね今日はこんなところで終わりにしようかうん、それでは皆さんまた次回チャンネル登録とツイッターのフォローもよろしくお願いします